この園では世界でも珍しい品種やオリジナルの品種などおよそ1000種類のハイビスカスを栽培していて、常時およそ600種類が展示されています。ここにしかない品種も鑑賞できるとあって観光客に人気となっていて、お土産用に苗木を段ボールで買い求める人もいるそうです。伊江島のハイビスカス園は年中無休で、開園時間は午前9時から午後5時までです。一方、東村の村民の森つつじ園ではつつじの花が少しずつ咲き始めています。今年に入って冷え込みや雨の日が続き、例年より開花が10日ほど遅れたそうですが、最近のポカポカ陽気で早咲きのケラマツツジやヒラドツツジが赤やピンク、白の花を咲かせています。およそ5万本のツツジが見ごろを迎える来月には恒例のツツジ祭りが開催されます。